船長、おはようございます。髪がまだ寝てますけど、大丈夫ですか？博多湾たちの状況ってどんな感じですか？始まったばっかりですもんね。いや、この動画が流れた頃には絶好調のぐらい。絶好調なんです。だってよ、何ですか、このなんか僕が釣りにやったらこの圧力みたいなやつ。そうそうそう、どうしようかな。船も結構来てますね。船たち緩いよね。なかなか落とさんよね。そうですね。嫁があれ、てんや。これ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 。今日2つイワシで巻きが入った中に。てんや買ったんかい。忘れた。船長から借りてくる。8号。はい。なんか勝手に借りてる感あるけど、いいですか？どうぞ。湯ですから。湯ですから。あ、もう。はい、持ってますね。持ってました。早い。早いっすね。それ一撃じゃないですか。かわいいっすね、レビー。これ引っかかってるじゃないですか。引っかかってましたね。あ、かわいい顔してた。これがですね、イワシと申します。パセリですね。下に見えますのがシャチホコ、シャモです。今日はこちらで獲物を釣りたいと思います。この釣れそうな銀色、この中に巻き絵がいっぱい入ってます。ギスキダブリ。ペーパーラインしてからですね、上が6号で下が16号までなってます。俺の道具カバンに入ってたよ。ほら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 、これめっちゃ太。吐きで大好き。じゃあもう。頭取らんと？頭取れます。大丈夫、それ釣れる？釣れると思いますよ。負けが効きますからね。船長からお借りした天野がシャチホコになったよ。おお、来た。来ましたね。今ガツってきましたね。一応すごいっすね。上がりましたね。これ大きいですか今回？あ、釣りかかってないから。本当釣りかかり。あ、でも一番大きくないですか？今日一じゃないですか？今日一。お、今日一。でも可愛いよね、これ。可愛いね。ありがとうございます。うわ、それ本当に人のクーラーですか、それ。見てていいですよね。嫌がってません？嫌がってる。大丈夫ですか？嫌なら嫌って言ったから。そうですね。勝手に入れんでみたいな。私、マダイを釣りに来そうのに、なんでみたいな。マダイ狙い。マダイ狙いに来たんでしょ。でかこれ。何センチですか？85やから。マジですか？もう釣りましたね、これ塩が釣ったんですよ、俺。俺じゃねえのみたいな。これ日本じゃないでしょ、これ。そうそうそう、これ漏れてくる。でしょ、銃かなんかで撃ったでしょ、ポンって。そうそうそう、で、電気ショッカーだよ。なんだ、カレーやん。目標やね。出ます。よっ。お、泳ぎよ。エンジンが消えた。水深何メートルですかね。いいですね、体に優しい水深ですね。お子様とかいいですね、こういうとこが。夏休みとか一番ピークで、ほら向こうの先端の方釣れてますよ。あ、来た来た、今当たりが来ましたよ。当たりが、このシャチホコに。もう多分それもげとるかも。今卵は吹き出てますよ。どう思います、シャモ釣れると思います？皆さんのために負けを巻こうと思って。いや、赤の目で見られるように。お姉ちゃんに来た。お姉ちゃん来てますよ。それ大きいじゃないですか。それ大きいじゃないですか。お、来ました。ほら、てんや来てるよ。てんや、おー、すごい。てんやですか。あれ、お姉さん、お前ワイヤーがついとるのにうまいな。おめでとうございます。ありがとうございます。てんや、何つけてるんですか？キビナゴです。来た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 。うわうわ、でかーこれ、でかー。見て見て、でかーこれ、でかー。あ、はい、巻いたがいいよ。はい、巻いたがいいよ。今エラー曲がっとったね。バリ曲がってました今。バリ食ってましたよ。マジそれ、キビ…あんまり大声で叫ぶと、ほら、船がみんな見るやろ。ちょっと難しいですよ。恥ずかしいって。俺が恥ずかしいって。めっちゃ行く。見て、お嬢さん、お嬢さん見てこれ。もう恥ずかしいって。俺の恥ずかしい。わ、これ一人だけでかいじゃないですか。なんかいいよ。お、でかいよ。おお。ほら。そのもたもほら、でかい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 言うけん。ちょっと船に笑いをやろうかなと思ってから。お姉さん優しいもん、巻き方が。食べたくなりますよ、そんな優しく巻き寄ったら。一応よく来られるんですか？太鼓どんぐらいついたことあります？49。50ですね、それ。あ、ついたしかない。あれ、噛み跡はないね。ついた？絶好調ですね、横でパカパカ。おう、わー、終わったね、太刀魚が。それも、それ、あー、今引っ掛けようとしたんですよ、それで。キビナゴ釣れてますよ。また釣れた？また釣れました？うわー、いいなー。お姉さんも綺麗やけど、タチウオも綺麗ですね。めっちゃ太いのが上がってますよ。すごいですね、ちょっと見せてもらっていいですか？それ、でかいなー。今日一ですね。すげー、いいなー。いいな、いいな、言ったらなんかもらえそうな気がしてきてですね。この放送が流れた頃には多分いい
タイミングじゃないですか。人のために釣りに来てるみたいな感じですね。そうそうそう、一足早く来ましたね。キビナゴですね。えらい上ですね。今度可愛いですね、お姉さんみたい。なるほどなるほど、頭は残しとくわけですね。え、いいんですか。何匹やろう、ちゃんと数えとってよ。10匹くらいいってますね。キビナゴかな。じゃあそれで30秒以内に釣れますかね。1分以内か。お、来た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 、キビナゴ来た来た来た。俺見て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 、この引き、わ、海藻や、これ海藻。めっちゃ、ギラッとしました、ギラッと。来た来た来た。全然一撃じゃん。もうひどいね。ひどいね、ほんと。釣りにくい、マジで。うわー、もうでかい、一人だけでかい。やっぱキビナゴだね。すごいね。お姉さん見てほら、キビナゴ。初めて釣り上げます。パパパパー。パパパパー。ほら、見てください。でかいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しそうやね。いや、ありがとうございます。なんか多分僕のが一番大きいんじゃないかなと思ってもね。なんかあんまりかからなくて大丈夫です。来ましたよ。お姉さんも来た。お姉さん釣りますね。あ、まあ、入った入った。僕のも入ってますよ。さすがキビナゴすごいですね。お、ゴリゴリ巻き寄る。お姉さんゴリゴリ巻き寄る。すげえ。あ、いました。うわー、また外れた。やっぱ僕ちょっと本番台に登ろうかな。だからもう外れてばっかりやもん。どうやって食べるのが一番美味しいですか、カジオ。刺身が好き。あ、刺身好きですか。これ来たー、また来たー。これちょっとちっちゃいなー、これ。はい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 、はい。マジです。僕の分ちょっと釣りたいんですけどね。目的が違うからですね、今日は。サワラを釣りたいなと思って。大型が狙いたくなってきましたね、大型。いけるじゃないですか。任せるんじゃなくて、ここに切れ目を入れて、ダラ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 卵が出ますよ。シャモの卵がダラ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 出てするやり方、ちょっと肩を大きくしようと思ってやり方を変えました。シャモダラダラ、卵を出しながら巻いてみよう、今やっております。大きいじゃないですかそれ。なんか、おお、ちょっと上の方やったですね。下下下ですね。来ました社長、来ました社長。おお、来た来た来た。ほらほら、馬肉。おお、叩きよ。なんこれなんこれ、なんか魚が違うような気がする。うわー、なんやこれ。これなんですか。うわー、すげえ。おお、すげえ。来ましたよ、スズゾウ。お姉さん、来ましたよ。来ましたよ。ほら、来た来た来た。おお、やばい。来たー。おっしゃもなくなった。おっしゃもなくなった。綺麗かー。来ましたよ、ついに。やっぱダラダラですよ、ダラダラ攻撃。卵に寄ってきてますね。シャモです。シャモ。ちょっと肩を大きくしようかなと思って、もうちょっと頑張りますね。すごいですお兄さん。レンチャンですね。お、上でしたね今ね。下ですね。よっしゃ、できたよ。よいしょ。取ってるよ。大丈夫よ。俺も叩きたくなったり。でかいんじゃない？お、でかいんじゃない？サワラやない？サワラサワラ船長、タモがいる。何でも釣れるよ、ほら。お姉さん、めっちゃ釣れるよ、ほら。違うもん。タモが。うわ、サワラや。船長。今の4ペグは悪い。慣れてますね。曲がってますね。引いてますね。来るぞ。おお、すごいね。すごいね。キビナゴもやっぱいいね。おお、来た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 。おお、ぼちぼちですね。ぼちぼちや。おお、でかいでかい。おお、でかい。おお、しっかりかかっとるやないですか。持ってください。おめでとうございます。おめでとうございます。ギラギラして美味しそう。もうお姉さんにやるためのためにですからね。でもその分もらってますからね、キビナゴ。ヨンペ君がね。え、全く血抜かなくていいんですか。あ、大丈夫です。ヨンペさん、俺たち今日1回帰って夜もよ。釣りで行きましょう、釣りで。今日の夜ご飯は釣ったイカをだけしか食べれんらしい。僕は美味しい食べ方いっぱい今日教える。あんま動画に出してもなかった。まだなんかあの中にご飯食べたりするやろ。辛いの大丈夫ですか。辛いの大丈夫大丈夫。うん。じゃあもうこっからもう次は夕間詰めの画像に切り替わるってことこれ。おはようからこんばんは。何やってですか。大祭りですか。かき氷。大学生らしいです。
ませんね、朝も夜も。あ、どうも、お供させてもらいまして。あ、どうも。始まりますよ。ヨダティが。これに、2本目。